バンダイナムコエンターテインメント。かつて陥落した幕府に背き謎の異星人と戦ったモノノフ上位志士、彼らの怒涛の倒していった。その男、銀色の影をなびかせ戦場を狩る姿はまさしく夜叉。銀時、銀時、大丈夫か？ああ、なんとか生きてる。ここを抜ければあと少しで本陣だ。気を抜くなよズラ、てめえもな。銀時、こっちにも敵の増援が来たぞ。高杉、お前人の心配できるようになったんだな。てめえもせいぜい死なないように気をつけな。こいつでどうだ。こっちのセリフだ。さて決めるか。こいつでどうだ。金時、調子出てるみたいじゃな。タツマ、てめえもぼさっとしてねえで戦えっつうの。おまんらが暴れていればわしなんて出る幕ないじゃろ。こいつでどうだ。金時、これは敵の親玉が出てきたみたいだな。わしらはここを抑え中から行ってこい。金時、てめえら死ぬんじゃねえぞ。こいつ強い。
銀時、後のことは頼みました。銀時、もし俺がおっちんだら先生を頼む。いつからたがった俺たちの道は。待ちくたびれたぜ銀時。お前はもう俺から何者も守ることはできねえ。また同じ過ちを繰り返す。何度来ようとも逃れられぬ。あの時背負った仲間からはみんなを守ってあげてくださいね。約束ですよ。銀時！侍の国、僕らの国がそう呼ばれたのは今は昔の話。かつて侍たちが仰ぎ夢を馳せた青い空には異国の船が飛び交い、かつて侍たちが肩で風を切り歩いた街には今は偉人がふんぞり返り歩く。それが僕らの世界、それが僕らの町。必ずここに帰ってくるぞ。行くか。さて、やるか。銀時、後のことは頼みました。銀時、もし俺がおっちんだら先生を頼む。いつからたがった俺たちの道は。待ちくたびれたぜ銀時。お前はもう俺から何者も守ることはできねえ。また同じ過ちを繰り返すか。さて、やるか。よし。侍の国、よし。何も変わらねえな、この町は。行くか。さて、やるか。蛾は闇を飛んでいた。真っ暗な闇の中を蛾はただひたすらに飛ぶ。闇を恐れ、光を求め、ただひたすらに。光を見つけた蛾はその周りを飛び続ける。だがその時はもう自らの意志とは関係なく、
がは光から離れられなくなっている。ちょいと失礼、桂小太郎殿とお見受けする。人違いだ。心配いらんよ、俺は幕府の犬でも何でもない。犬は犬でも血に飢えた狂犬といったところか。近頃巷で辻斬りが横行しているとは聞いていたが、噛みつく相手は選んだ方がいい。あいにく俺も相棒もあんたのような強者の血を欲していてね。一つやり合ってくれんかね。貴様、その刀。あらら、こんなもんかい。ある日、よろず屋に珍客が訪れた。桂の相棒、エリザベスである。別件で依頼が入った銀時は、エリザベスを神楽と新八に任せ出かけてしまう。依頼は刀鍛冶を営む兄弟哲也と哲子からだった。依頼内容は、何者かに盗まれた名刀紅桜を取り戻してほしいというもの。紅桜は兄弟の父神鉄の打った刀で、関わる者の魂を吸う妖刀と呼ばれていた。一方、その頃エリザベスは行方不明の桂を探していることが判明する。桂が辻斬りにあったのではないかと危惧するエリザベス。新八と神楽は手分けして桂と辻斬りの捜索を開始する。その夜、忽然と姿を現した辻斬りに襲われる新八とエリザベス。あわや辻斬りに切られかけるが、間一髪のところで銀時が助けに入る。辻斬りの正体は、人斬り二蔵の異名を持つ盲目の侍、岡田二蔵であった。桂を切ったと言い放つ二蔵に豪を煮やす銀時。ズラはてめえみてえな雑魚にやられるようなやつじゃねえんだよ。確かに俺ならばかなうまいよ。だが奴を切ったのは俺じゃない。俺はちょいと体を貸しただけでね。なあ、紅桜よ。二蔵の腕と一体化し、化け物じみた戦闘力を誇る紅桜に苦戦する銀時。ついには刺されて重傷を負い、絶体絶命の危機に陥ってしまう。重傷の銀時にとどめを刺そうとする二蔵。その窮地を救ったのは新八だった。騒ぎを聞きつけた同心が集結し、片腕を失った二蔵は遁走する。銀さん、しっかりしてください。銀さん。新八、おめえはやればできる子だと思ってたよ。銀さん、銀さん。さて、やるか。二蔵との戦いで銀時が重傷を負ったその頃、貞治と共に桂を探す神楽は怪しげな船を発見する。船に桂が囚われていると睨んだ神楽は単身船に忍び込む。船は過激派攘夷浪士高杉晋介率いる
騎兵隊のアジトだった。老子集団を相手に奮戦するカグラだが拘束されてしまう。翌日、よろず屋で療養中の銀時のもとに依頼人の徹子がやってきた。紅桜の真実を語る徹子。紅桜は刀を雛形に作られた人工知能を有する対戦艦用からくり機動兵器だという。切れないものがない刀を作ることに猛襲する徹也が作り出した生きた刀。さらに徹也と組んだ高杉は紅桜を使い江戸を火の海にしようと企んでいた。兄を止めてくれと懇願する徹子。銀時は怪我を押して紅桜を止めに向かう。時同じくして桂の敵討ちを掲げる上位志士と高杉一派の全面戦争が勃発する。混乱に乗じて船に侵入する新八。間一髪のところで神楽の救出に成功する。しかし高杉の奇襲を受けたエリザベスが一刀両断されてしまう。エリザベス！おいおい、いつの間に仮装パーティー会場になったんだ。ここはガキが来ていいところじゃねえよ。ガキじゃない、この匂い。桂だ！おいおいおい、なんかもう追っ始まってやがら。俺たちが行く前に片付くんじゃねえの。おい、使い込んだ紅桜は一振りで戦艦10隻の戦闘力を有する。あんなもので止めるのは無理だ。こいつを。徹子は自分の撃った刀を銀時に託す。銀時たちは援軍に向かうエリザベスの船に乗り戦場へ赴くのだった。そんじゃ戦闘開始だ。ったくめんどくせえな。よし、そんじゃまずは二蔵を探すか。高すぎなやつ、こんな船用意してやがったのか。やけに広いし、めんどくせえ。なんなのよ。
さて、決めるか。俺はよろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。ギャー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 やかましいんだよ。発情期ですかこの野郎。こいつでどうだ。死ねだ。これで終わりにするぜ。こいつでどうだ。こんなんじゃ俺は勝てねえぜ。なんか出やがったぞ。キリがねえ。そこどきやがれ。Yeah!
ラッキーン。こいつが届く範囲は俺の国だ。よろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。ギャー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 やかましいんだよ。発情期ですかこの野郎。こいつでどうだ。こいつでどうだ。この間の借り返してやるぜ。まずは二蔵を探すか。高すぎなやつ、こんな船用意してやがったのか。やけに広いし、めんどくせえ。どんなもんよ。Yeah.
んどくせえな。こいつが届く範囲は俺の国だ。こいつだ。おい騒がしいな。こいつどうだ。全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。こいつでどうだ。かけさせやがって。よし終わりだな。ナッキー。何やってやがったの。何だ。何よ霧がね。そこどきやがれ。闇の中にあると目玉には映らんかすかな光でさえ拾えるようになる。そいつが人間の放つものだと知ったのはいつだったか。線香花火のように
人間もまた消えゆくとき、ひときわ大きく美しい花を咲かす。だが稀にこいつを生きながらに背に負う輩がいる。その光はひどく不安定で攻撃的で、そして悲しい色を帯びていた。知ってか知らずか、その光に惹かれ人が集まる。そう、まるで蛾のように。だが一度あの光を見て、もう闇の中に戻ることは俺にもできなかった。俺も立派な蛾だ。再びかがり火を失うことを恐れる蛾、そして激しく燃えるかがり火に飲まれまいと必死に抗うが、かがり火を指針に舞うが、どこもかしこもがだらけだ。だが虫けらに混ざって妙なのが一匹。こいつはがなんかじゃない。ひどくわかりづらいが、確かにかすかに光が見える。そう、例えるなら刀、鞘から抜き放たれた鋼の刃、鋭く光る銀色だ。だがどうしてかな、どうにこいつの色は気に入らねえ。出るかね。人が一仕事してる間に無粋な輩が上がり込んでると思ったら、あんたも一緒に来てたとはね。火事場泥棒にでも来たかい。目障りなんだ、邪魔なんだよ。そんな体で何ができる。俺はよろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。自分のやってることわかんないくらいおかしくなっちまったか。そういうあんた、俺はよろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。ずいぶんと調子悪そうじゃないの。顔色悪いぜ。腹でも下したか。何すんだてめえ。腹壊してんのはあんただろ。悪く思わないでくれ。見えてるよ。嬉しいね、嬉しいね。あの男、海桜を上回る速さで成長している。いや、あれは極限の命のやり取りの中で、体の奥に眠る戦いの記憶が蘇ったのか。あれが塩屋社。楽勝だぜ。おりゃおりゃ。消えて、何度消そうとしても目障りな光が消えねえ。俺にしちゃ十分じゃねえの。おっしゃー、よっしゃー。
完全に紅桜に侵食されたようだな。あれこそ紅桜の完全なる姿、あれこそ究極の剣。ギーさん、消えない、目障りな光が消えない。死なせない、こいつは死なせない。これ以上その剣で人は死なせない。デカブーツ、そのもじゃもじゃを、うわ、離せ。なぜだ鉄子、なぜ理解しようとしない。私はこれまで紅桜に全てを捧げてきた。他の一切、両親や先祖さえ捨てて、それを私の全てなのだ。それを失えば私には何も残らん。それしかないんだ、私にはもう剣しか。鉄子、余計なもんなんかじゃねえよ、いとけ。しかとその目ん玉に焼き付けな。銀さん無理だ、正面からやり合って紅桜に。銀ちゃん、さてやるか。高すぎ、俺はお前が嫌いだ、昔も今もな。だが仲間だと思っている、昔も今もだ。いつからたがった、俺たちの道は。何を言ってやがる。確かに俺たちは始まりこそ同じ場所だったかもしれねえ。だが、あの頃から俺たちは同じ場所など見ちゃいめえ。
どいつもこいつも好き勝手、点でバラバラの方角を見て生きていたじゃねえか。カツラはかつての仲間である高杉の説得を試みていた。しかし高杉の意志は固く、話は平行線をたどる。そこに襲来する宇宙海賊春雨、高杉はアマントと手を組んでいたのだ。よーゼロ、どうしたその頭、失恋でもしたか。黙れイメチェンだ。武装したアマントに包囲されるギントキたち、万事休すと思われたが、退路は俺たちが守る。行け。何も変わらねえな、この町は。何も変わらねえな、この町は。行くか。よし。何も変わらねえな、この町は。行くか。さて、やるか。高杉、俺はお前が嫌いだ。昔も今もな。よし。よし。さて、やるか。やったな。よし、へへ、やったな。そんじゃ、戦闘開始だ。
ったく、めんどくせえな。ズラ、一気に仕留めるぞ。ズラじゃない、カツラだ。まずはこいつらを蹴散らすぞ、ギッドキ。湧いてきやがる。このままだとカグラと新発が。行け銀時、ここは俺が食い止める。ぼっくりやられんじゃねえぞ。お前に言われなくても死にはしないさ。まだやることがあるのでな。なんだおい、騒がしいな。
しつけんだよてめえら。ラッキよっしゃ、大当たりだ。すまさ、手間かけさせやがって。人だよ。なんだバカ、こいつでどうだ。よし、もらったぜ、ラッキー。人だよ。こっちは片がついたぜ。待ってろ、ゼラ。こいつはどうだ。なんとか間に合ったみてえだな。遅かったではないか、ギント。ちょいとでけえうんこ流してきたところよ。俺はよろずや銀ちゃんだ。覚悟はいいな。ここで立ち止まったら魂が折れちまうんだよ。行くぞ。これで決着だ。ああ、行くぜ。おいおい、何で来るんだよ。すまないな、銀時。どうした、ずいぶんへばってるじゃねえか。そういうお前もずいぶん息が上がっているな。言ってくれるじゃねえか。やかましい。
さて、決めるか。全力でてめえをぶった切る。覚悟はいいな。こいつでどうだ。終わりだな。俺は置いていかねえよ。誰もちょいと苦戦しちまったか。あれが坂田銀時と桂小太郎。強い。言ってしようてもらいたいものだな。銀時。ああ、世のことというのはなかなか思い通りにはいかぬものだな。国どころか友一人変えることもままならんわ。お前は変わってくれるなよ。お前を切るのは骨が理想だ。まっぴらごめん、こうむる。つら、お前が変わった時は俺が真っ先に叩きってやら。高すぎ、そういうことだ。俺たちが次やった時は仲間もクソも関係ねえ。全力で貴様をぶった切る。せいぜい街でばったり会わねえよ。気をつけるこった。こうして紅桜によって引き起こされた一連の事件は無事収束を迎えた。二蔵の振るう紅桜は銀時に破壊され、二蔵も消息不明。製造中だった他の紅桜も船の爆発により全て消失した。江戸を火の海に遷都する高杉の企ては未然に防がれたのであった。よっしゃー。